僕が作ったの食堂から来た。あ？ちょっと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 。いや、一番怖いとこだよ、リスクだけで言ったら。トンネルそのままサイズ小さくしたばっていたろ。さっきのやつよりも全然違うぞ。ここだから言ったじゃん、もう朝鮮トンネル並みにきついとこだ。うわ戸惑うな俺、ね、どうする、行く。いやだからまあ大概あなた次第よ。まあ途中で引き返したりしてるけど、うん、みんな一応中には入ってるね。まだなのこいつら。でもだいぶまだ奥に進むっすよ。完全になんていうの、通り抜けるタイプの道じゃない、ないからな。およそ200メートル先、右方向です。うわ本当だな、四天王っていうのにあるそこで。こんなとこ、え、まだ 1.5 キロあるんだけど、こんなとこから感じる。後ろ右方向です。うわすげえなこれ。外人墓地と同格かなと俺は思ってたけど、どんな感じ。いや俺もうダメだ、背中がもうゾワゾワしてきた。今すげえ鳥肌立ってるもん。俺もちょびっと立ったぞ。うわここ行く俺ら今から。いやあのぶっちゃけた話、1回俺ら14号行ってるじゃないですか、うん、心霊スポットをまた、あ、なんていうの、また2度歩きになるからやばいと思ったら即撤退で。うるさいナビちゃん。うーわこの時点で これやばいと思ったら即撤退で。何度も言うけど俺何も分かんないからマジで。今すげえぞ俺、今鳥肌。うわ俺今まで心霊スポットに来て、ここまでここまでお前鳥肌が立つのねえぞ。うーわ昼下見します。ちょくちょくなぜか俺もあれだな、これ見る。ほんとすげえぞ今俺、多分、うん、鳥肌俺もそこそこなんでかちょくちょく立つんだろ俺ガチじゃんすごいやろ、うん、うーわこれやべえぞ。四天王どころかお前これ王者だぞ。マジか、これ朝鮮トンネル云々の話じゃねえぞ。ここまで来たら朝鮮トンネルなんか近くまで行かんと鳥肌立たねえんだけどお前この時点でもう拒否感やんぞこの鳥肌。まだ1キロぐらいはあるはずなのですよね。うわなんじゃこれ、もう完全だぞ。いやもうあとちょっとやぞこれ多分。道間違えてねって多分道が間違えとる俺らは。いやこれすげえよここ、どっかで道間違えてる、逆ルート行ってる。
あ、鳥肌が消えた。ここで終わってる。これ道じゃない、こっちじゃない。うん、鳥肌消えた、今スパッと消えた。そう、今なんかあって言われた瞬間、俺もなんかあってなった。ごめん、俺昼間来るわ、一回。はーい。これすげえ、うん、かなりやばいね。俺が鳥肌感じとるもん。俺だってものすげえこんなに鳥肌立ったのは初めてだぞ。なんじゃここ。多分 この向こう側じゃねえの、地図から行くと。いだいぶ、あ、でもなんかちょうどあれか、左側っちゃ左側か、左方面だだろう。うん、これすげえな、エリアな入るの結構すごいぞ。こっから鳥肌立つもん俺。重くそ道間違えてんだよな。なんじゃここ。だってここら辺神社やろ。不動尊だから、まあそうね、いろんな不動産、神社とかいろんな、なんていうの、あの像は立ってる。そう、なんだあれ、何像、菩薩のあれ。デジカメあった、デジカメちゃん。カメラ置いてさ、一回撮ってみてみて。これじゃない方がいい。なんじゃここ。星綺麗やな。この辺りで、ね、降りてよろしい。いいよ。ちょっと結界張るわ。ガチすぎる。ここすげえ、腹まで痛くなる俺。本当に、あの、出て大丈夫、もう帰りたいなら帰るぞ。いや、出て大丈夫だと。すげえな、ここ。出て、俺の状態より、あなたの状態よ。撮るのは前後ろ、車で。全体的に。だろう。あかんな、これ絶対一緒か。はあ、ちょっとあの撮った数枚見てみて。うち、あのほぼオーブが映っちゃう。5、6枚撮ったけど。本当だな、同じ位置にずっとおるな。あ、完全車囲まれとるな。うん、囲まれとる。撤退しましょう。よくねえぞ。よくねえ、騒ぎじゃねえぞこれ。うわー、すげえぞこれ、この寒気。うわー、あ、俺も食べていい。あー、すげえな、ここも。これすげえな。四天王四つ目はとりあえずこんなところです。いやー、これお前もうちょっとおめえ早く今度買おう。ここ、うーわ、ここやべえ。何ここ、あなたこれきちんと調べて言わんと買おうわ。言うたよ、俺外人墓地と相当クラスだって。いや、外人墓地やで、舐めてかかったと俺完全に。ああ、ごめん、あの言い忘れた、1回目の外人墓地と同等クラスだって俺思った。いや、もうちょっとだぞ。もっと高い。だってすっげえ鳥肌立ったんぞ俺。俺こんなに鳥肌立ったの初めてだもん。ここ何一体。なんていうの、そういうお地蔵さん、うん、みたいな像がめちゃめちゃ立ってて、あの、なん不動尊というぐらいだから、うん、で、水子の霊がかなり出てきてやばい、やばいらしい。あー、水子か。これたっぷりじゃん、それ。トッポかな。ちょっとここまずいぞ、俺ずっとまだ鳥肌立つ、俺未だに。まだ、うわー、これどっと疲れる俺が今。なんじゃここ。マ
マジか。これはもう今回テーマでここ中心で行こう。俺うわ今あれあそこにあの車の中にもオーブが 3,4 体いたな。やべえあれなんやろ。戻る勇気はないぞ。俺もない。え、引き返す気がない俺には。いや、あの動画でわかんないんだよな。1回目の外人墓地って言われても、でもその1回目の外人墓地よりヤバいっていう時点で戻る気はさらさらないぞ。あなたが車を降りるのはあれなんだから。 俺1回も降りようと思わんもん。人降ろしといて。ぬいくんなら大丈夫だろうっていう感覚。これどっち行こう。水子は厄介だな。そうなのか。厄介だね。だってあれやん、要は生まれてきてもらいたくない子が死ぬっていうことだろ。龍山、龍山っていうよりもなんで、まあ、変な話さ、男と遊んで下ろしたまったとかさ。ああ乗り移られたりはしないんだけど、これ一番めんどくせえな俺んとこ。多分一番声が聞こえるんだ、泣いとる声とかよ。水子ってそういうものなのね。俺単純に水難事故の例かなんかかと思ってた。水難事故じゃない。そういうのも病気で死ぬとかさ、水子っていうのはもう病気で死ぬっていうやつじゃないからさ、うん、ああ。要は用水の中におる子供やろう。ああ、そっちの水なんだ。池とかの水ではないんだね。違うね。一番めんどくさいよね。誰にも愛されずに死んでいくんやね。ああだろ。遊んでできた子供とかさ、うん、結局生活ができんかもしれんで下ろすわけや。うんってことは生まれてきちゃいけない子だと思われてるわけや。あ、そういう子を供養するための場所ってことか。供養なんかできないんだね。あでもね、あの下調べで画像を見た時にそういうちっちゃいお地蔵さんみたいなのいっぱい立っとって、ここなんやねんって本気で思ってたから、そういうことで。これ左よかったね。はい、左でみたいな。ここいや水子は言えよ。頼むわ。いや、落ち着いてから言えばいいかなと思ってた。バカ。水子だけや。お前強敵だぞ俺にとっても。除霊するもんでもないんだから。一番厄介なものをお前紹介してくれたな俺に。あのこの、うん、言われて分かったけど、そのクソ めんどくさいって言っちゃダメなんだろうけど、ヤバいのがあの四天王ラストのところです。あもう四天王じゃねえぞこれ、もう完全なる王だぞ。チャンピオン、チャンピオン。うわ、関節がすっげえ痛いもんもう今。申し訳ない、あの世間知らずが露呈した。あバカ。もう水子水難事故かなって。いや不動明治って言ったら多分水子かもうなんかしかねえとは思っとったけどよ。完全水子じゃんこれ。そう、水子の霊が出るってなんか動画で取り扱ってて。そっか、これお前一人で行くなよって思う。